東部戦線でウクライナ軍守勢、ロシア軍戦線各所で圧力強化。アウディウカ、ウクライナ、5月10日 AP、 ウクライナ東部ドネツク州東部戦線の夜明け。押し寄せるロシア軍を食い止めるべく、最近東部戦線に配備されたウクライナ領土防衛隊ハルティア旅団の兵士が下草をかき分けて自動的弾銃を設置発射する。同旅団は最近アウディウカの西北西に位置するポコロフスク近郊の前線に移動したばかりだ。戦前の人口6万人のポコロフスクから最前線までは最近までは車で2時間かかったが、今はその半分の時間で行かれる。それだけ最前線が近づいたということだ。占領下のドネツク州の奥深くに進出したいロシア軍は東部戦線の各所で圧力を強めている。一方、守勢に立たされているウクライナ軍は必死に防御線を強化しながら激しく抵抗しているが、兵力、弾薬、戦闘車両のすべてでロシア軍に圧倒されている。ウクライナのゼレンスキー大統領は5月9日、ウクライナ軍は東部戦線一帯で非常に困難な局面に立たされており、ロシア軍の激しい攻撃を食い止めていると述べた。最近配備されたばかりの旅団兵士の話では、ロシア軍は通常夜明け前にウクライナ軍陣地を砲撃、その後小規模な歩兵部隊を波状的に送り込んで、素早く掘り進んで足場を確保しようとするという。ウクライナ情報部の見るところでは、ロシア軍はアウディウカの北にあるオチェレティネを抑えて、ポコロフスクとコスタンチノーカを結ぶ道路を確保することで、ウクライナ軍の前線拠点を結ぶ通信を遮断できると考えているようだという。ウクライナ陸軍総司令官が戦況の悪化を警告した通り、2月末のアウディウカの陥落後、ロシア軍はドネツク州の複数の村落を占領した。ウクライナ軍参謀本部によれば、オチェレティネの進出を目指すロシア軍は9日の時点で、過去24時間に45回の地上攻撃を敢行したという。また、英国防省によると、3月から4月にかけて、東部戦線でのロシア軍の攻撃は、それ以前に比べ 17% 増えているという。それにもかかわらず、ロシア軍の前進はわずかであり、多大な損失を被ったと見られている。ウクライナは弾切れもあるが、兵不足が一番の敗因だろう。もう夏になるし、ここで経済好調なロシアが傭兵も使って力押しをしたら終わるだろうな。そのつもりでロシアはウクライナの発電所を 90% 破壊した。要するにこの冬はないよということだ。もうじきウクライナはロシアが引いた線で停戦せざるを得ないだろう。11月の米大統領選の前に終わることはまあ確実だ。アメリカ国内でひどい足の引っ張り合いをしている間に、ウクライナ軍は反転攻勢の機会を失い、弾切れで一方的に攻撃を受け続けたんだから、そりゃ押されるよね。アメリカからの支援も大した量じゃないし、ウクライナ政府内も戦略闘争で機能不全だし、どう転んでもウクライナが勝てる見込みはないのが現実だろう。ウクライナの水上攻撃ドローンマグラ V5 がロシア軍の上陸艇を撃破。夜間攻撃の一部始終。2月にはロシア黒海艦隊の大型揚陸艦ツェージャリクニコフの撃沈を発表していたが、ロシアが併合したクリミア半島とウクライナ南部のヘルソン州でウクライナ軍がロシア軍の上陸艇を撃破したとする映像を公開した。ウクライナ国防省情報総局は5月6日、クリミア半島のウズカ湾で水上攻撃ドローンマグラ V5 を使って夜間攻撃を行い、高速艇を撃破したと発表した。この攻撃の映像も公開し、ウクライナの特殊部隊グループ13が作戦を実行したとしている。ウクライナはここ数ヶ月で複数回にわたり、海軍ドローンのマグラ V5 でロシアの船艇を攻撃している。2月にはロシア黒海艦隊の大型揚陸艦、ツェージャリクニコフの撃沈を発表した。これはロシアのウラジーミル・プーチン大統領によって、
2014年に併合されたクリミア半島の奪還を目指すウクライナの作戦の一環だった。ロシア黒海艦隊は2022年にウクライナの戦争が始まって以来相当数の犠牲者を出している。ウクライナ国防省情報総局は占領者がウクライナの攻撃を恐れて黒海艦隊の大型船を同半島から離れた場所に隠すことを強いられる中、クリミアのウクライナ領海に不法侵入するロシア高速戦闘艇に対する戦いが続くと伝えた。さらにマグラ V5 水上攻撃ドローンの助けを借りて、すでにロシア船のツェザリクニコフ、イワノベツ、セルゲイコトフ、シャーク、セルナを破壊した。イワンフルスも損傷したと発表している。5月5日にはヘルソン州の占領地でロシアの高速艇が機雷によって爆破される瞬間とする映像をウクライナ領土防衛軍第123独立旅団が公開した。爆発の衝撃で数人の乗員が投げ出されている。この映像はドニエプル川で撮影されたとみられる。ウクライナは2022年末にかけてヘルソン市とドニエプル川西側の解放に成功したことを受け、川を挟んだ急襲を繰り返している。ウクライナ軍は川を横断する大規模作戦を経て2023年10月半ばにドニエプル川の占領された側に到達した。本市は高速艇を破壊したというウクライナ側の主張について独立した立場からは確認できなかった。ロシア国防省にも電子メールでコメントを求めたが、ロシア政府はこの情報についてコメントしていない。ウクライナ側が5月6日に更新した情報によると、ロシア軍はウクライナに対する全面侵攻を2022年2月に開始して以来、これまでに軍艦やボート26隻を失った。この数字はロシアの部隊と装備の損失に関する推計を毎日掲載しているウクライナ軍参謀本部が提供した。死傷者に関する推計はまちまちで、ウクライナ側の数字は通常欧米の同盟国の数字を上回る。ウクライナの数字について本市は確認できていない。ロシアのプーチン大統領がウクライナのドローンをハエに例えた。9日のタス通信によると、ロシア大統領府はこの日、プーチン大統領の就任式7日後に開かれた軍会議の映像を公開した。映像によると、プーチン大統領は7日の軍会議で敵ウクライナのドローンがハエのように頭の上を飛び回っていて、我々の軍人がどれほど苦労しているかよく知っていると述べた。続いて、我々はこの問題を解決するために努力していて、私は必ず結果を見ることになると確信していると話した。プーチン大統領は、成功するためには先端技術分野で一歩先を進まなければいけないと強調した。開発者、科学者、技術者が敵より先を進むために1日24時間働いているとも語った。プーチン大統領は、ロシア発展の核心条件が特殊軍事作戦の成功だと信じていると述べた。ウクライナ軍は戦場で費用がそれほどかからない空中海上ドローンを積極的に活用しながらロシア軍に打撃を与えている。ウクライナ軍の海上ドローンでロシア黒海艦隊の軍艦が撃沈したという報道もあった。ロシアは最近ウクライナのドローンから軍を保護するために照準機に対空機関銃がついたアンチドローン武器を公開した。ロシア国防省は前日、ウクライナ特別軍事作戦で破壊したウクライナドローンは23,828機に上ると明らかにした。一方、この日の会議に出席したある司令官は、ウクライナ東部アウディウカ近隣のベルディチ戦闘の話をすると、プーチン大統領は苦労が多かったはずだが、結局は彼らを捕まえたと述べ、2日にベルディチを掌握した軍を激励した。